まずはじめに改めて柳瀬商店街の歴史を俯瞰してまいりましょう。岐阜市そして柳瀬町の誕生は明治22年1889年のことです。明治時代に呉服店の進出から始まりまして、大正時代には博覧会も開催されました。昭和となりまして、街路灯やブロック舗装も整い、名門商店街が形成されていきました。昭和20年の岐阜空襲では一面焦土と化してしまいますが、商人魂で早々に復興を遂げました。そして100周年の頃には劉商連は700店以上の会員店で構成されるに至ります。その後、人々の生活様式や消費形態の変化、さらには郊外型店舗の流盛などの波が押し寄せました。そして多様化する消費者ニーズと従来型店舗の間にギャップも生じました。最近となりまして、マンション建設や公園整備が進み、住みよい街に変化しようとしています。そうした中で、コロナ禍などの影響もあり、新しい生活様式に適応した商店街の在り方を模索する段階になっています。さらに今後は地域商業機能の複合化、そして新しい機能の導入を推進することが求められています。さて次に、現在2系統ある街づくりの取り組みについて解説してまいります。一つにはタウンマネジメント機関 TMO、 一方で都市再生推進法人、中心市街地活性化法に準拠するのに対して都市再生特別措置法のもとに作られています。民間主導という特性に対して行政主導という特徴があります。かたや産業政策として経済産業省が所管するのに対して、都市計画として国土交通省が所管しています。出店や開業支援、イベント開催、DX 導入に対して商店街空き店舗のリノベーションが行われます。行政や組合組織の機能限界からその設立が求められたのに対して、大きな箱作りから小さな箱作りへという発想が点となっています。また私たち岐阜市中心市街地回遊性協議会、一方で岐阜商工会議所が事務局として運営する岐阜市中心市街地活性化協議会があります。課題としては経営基盤の確立、すなわち活動原資の確保、一方でインフラの整備から真のにぎわい創出ということがございます。そして今求められているのが官民連携、公民共創のまちづくりです。さて次に、先ほど出てまいりました機能限界という観点から、まちづくり会社がなぜ求められてきたのかについて解説してまいります。事業の性質はエコノミックワーク、ソーシャルワーク、ライフワークの3つに大きく分類体系化することができます。その目的は利益の最大化、ビジョンの実現、理想の暮らしの実現です。その起点となるのは株主のために、社会のために、私のためにとなります。戦略立案方法として、利益、売上、費用をもとに検討します。社会的成果、支出、収入をもとに考えます。世界観創造、価値創造、収支試算、この3つが元となります。同業者との関係は競合、協業、友達、こういった性質を持っています。こうした背景から、公益性、公共性を担保して実現するために、ソーシャルワークとしてのまちづくり会社が求められているわけです。さて続きまして、これからの柳瀬商店街のビジョン、そしてあるべき姿についてご説明してまいります。そのビジョンとは、にぎわいあふれる柳瀬商店街で充実した日々を送れるようになるというものです。そのためにはまず商業活動の支援を行います。地主、家主、商店主がにぎわい創出に一体となります。新しい生活様式に準拠した商店街の模範となります。そして社会活動の支援を行います。数多くの賛同者で毎週何らかの活動が行われます。すると地域に貢献したという精神的な住職が得られます。また知的活動の支援を行います。子どもからシニアまで幅広い人々が日々交流するようになります。すると文化的な生活で知性と理性が育まれる街となります。さらには心身活動の支援を行います。明るい笑顔であふれ、将来に希望が持てる街になります。
それと心身ともに健康な人々が集い、関係人口が増加します。こうしたことを実現するために柳瀬まちづくり会社は活動を進めてまいります。それでは具体的に柳瀬まちづくり会社の役割と機能についてのご案内です。場所や公的支援制度の提供にとどまらず、事業者すなわち商店主の成果にコミットします。ワークショップなどによる啓蒙啓発、経営相談、情報発信で事業を支援します。スタートアップの成長ステージや事業者の知識・経験値のレベルに応じた支援プログラムを提供します。創業塾やビジネスプランコンテストを通して優秀な創業者を発掘します。柳瀬商店街の活性化と永続的な発展に寄与する方策を次々と打ち出します。イベント主催で来店誘導を図り、広告収入から事業収益の確保を図ります。DX の推進で新しい生活様式に適応し、商業機能の複合化に取り組みます。公的資金を獲得して地域の根源的な課題の解決に向けた方策を導き出します。そして全国の模範となり、費用対効果の高効率な好循環型モデルを構築します。こうした取り組みから広く人材、魅力、投資、付加価値を柳瀬商店街に集約してまいります。こうした取り組みをもとに、岐阜市中心市街地回遊性協議会は岐阜駅前玉宮エリア、小金公園神田町通りエリア、柳瀬商店街商業エリア、司の町館長エリア、岐阜町稲葉神社エリア、河原町長良川温泉エリア、それぞれに働き住む人々とともに柳瀬まちづくり会社と一体となって、岐阜市が進める都市計画に連動する形で岐阜市内の回遊性を高める仕組みづくりに取り組んでまいります。岐阜市中心市街地回遊性協議会は、地元で活躍する商店主を軸に民間主導で稼ぐまちづくりを担い、公民共創のまちづくりを目指しています。皆様のご参加あってこそのにぎわい創出です。どうぞこれからもますます多くの方々にご参画いただきますようよろしくお願い申し上げます。